はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回はザ・マッチ2022久村雅史 VS 四郎勝敗予想試合見どころについてです。久村雅史選手は大阪府出身、23歳、168cm、55kg のイケメンファイターです。15勝10KO4敗の元 K1 王者です。四郎選手は埼玉県出身、28歳、165cm、55kg、25勝4敗、ムエタイ出身のファイターです。久村選手は K1 王者の郡司大斗選手や金子選手に勝っているかなり実力の高い選手です。そしてパンチ、キック、ともスピード、パワーに優れ、かなり高い攻撃力を持っている選手です。本当に強い選手だと思います。いわゆるスピード、パワー、テクニックを持ち備えたコンプリートファイターと言えるでしょう。そして四郎選手はムエタイ出身で、かなり防御力が一流の選手です。正直、風根選手に負けてしまいましたが、あの時も両拳に負傷してた上に、風根選手の攻撃は防御しているのですが、判定の場合に見え方が悪く、自身はクリーンヒットを当てているのですが、あまり取ってもらえず負けてしまいました。実際は競っていたので僕的には勝った試合だと思っていました。それぐらい判定に泣かされる選手です。大阪の大会でも高台選手に普通に勝っているのに、なぜか3ラウンドドロー、延長でようやく勝ったみたいな試合もありましたし、防御力が高くクリーンヒットをしているのですが、そこは判定でも取ってもらえない選手です。しかししっかりと防御し、距離感をつかみ、カウンターを当てれる選手です。今回本当に実力は同士の試合で勝敗予想が難しくなってきます。55キロで金子選手、久村選手、四郎選手はかなりトップ級のクラスではないでしょうか。攻撃力の久村選手、防御力の四郎選手の戦いです。波の選手でしたら久村選手の攻撃力にビビってしまい飲まれてしまうのですが、四郎選手は今回も冷静にさばいていくと思います。ただ防御はしているのですが、判定で負ける可能性はあるのですが、ただ久村選手は攻撃力がすごい分、カウンターを当てられると少し脆さを見せると思いますので、四郎選手がダウンを取り、判定でギリギリ勝つと思っています。ダウンを取れなければ久村選手が勝つのですが、今回希望で四郎選手、いわゆるディフェンスの技術でカウンターを当てダウンを取る、そして実際も四郎選手が勝つのではないでしょうか。かなり技術力の高い試合ですので、四郎選手がどのタイミングでどのようなカウンターを取るかをご注目ください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。他の試合も試合予想しているのでご覧ください。それではさよなら。